やれるのではないか。身の上を捧げることしかできない。これなら。ここが勝負どころだ。いや。頼むぞ。頼むぞ。邪魔だ。
横綱な力で良ければ限る戦いの終わりは突然訪れた。
男に愛する者たちができたことを知った。男は愛する者たちを守るために命を削り合うこの戦いから降りた。なぜ私はまだ終われないというのに。戦え、戦え。いっそお前を殺しに行こう。わかっている、そうではないのだ。だが私の命は再び行き場を失い、虚無をさまよう。この虚しさ、そうか、かつての私が最後にまとっていた感情、それは虚しさだった。また私はそれをまとうのか。ヒナ、お前は未だ私の希望、その心、まだ捨てずにいたい。再びお前と命を削り合えるその時まで私は待つ。お前たち家族を見守りながら、その時のために今は眠る。ここなら安全。これは。ああ。だが。屈指と対峙するために並べられた兵器がこの国の脆弱さを露呈していることは明らかだった。それを嘲笑うかのように、ただ静かに時は流れていった。屈指が最後に言った、この国に起こる悲劇にロベリアは怯え続けていた。屈指は未だ現れない。それは、おい、なあ、もちろん。そうか。ん？ぐはっ！
これが私は…だが…うん…世界渡りするぞ。来世で会えるといいね。世界を変えるか。みんな、なぜだ。
そう。だから俺は信じられるか！やめろ。俺は今のうちに準備しよう。ここなら安全。
の準備しよう。